皆様こんにちは。プレスの皆様、ご参加の皆様、改めまして、この度は新型ポロプレザー協会にお越しいただき誠にありがとうございます。本日はまずベストセラーの進化についてお話をさせていただきたいと思います。進化とは、長い伝統の上に新たな時代の要請への答えを積み重ねていくことです。何十年もの長きにわたり多くの人に愛されているプロダクト、すなわちベストセラーも、その称号を勝ち取るために常に進化を続けているのです。さて、1975年の誕生からポロは40年以上にわたり世界中の1400万人もの皆様から愛されてまいりました。ベストセラーであるポロの進化の過程、すなわち今回の6世代目を開発するにあたり、その進化というミッションの成功に重要な役割を果たしたのが MQB です。 MQB の3文字が表しているのは、横置きエンジンレイアウト用のモジュールとしてさまざまなモデルの間で共有されるツールキットです。ゴルフで初めて採用され、その後パサートのようなより大型車向けが追加されました。今回の新型ポロにもこのツールキットが活用されています。これにより上級セグメントの技術や品質をコンパクトサイズのポロにも初めて搭載することができるようになりました。日本ではポロを1996年から本格導入しています。それ以来限定車を含めて26万台以上のポロが販売されています。今日ポロはゴルフに次ぐフォルクスワーゲンにとって2番目に重要なモデルです。多くの皆様によって高く評価されています。この新世代、本日お見せしておりますが、ポロはさらに成長いたしました。この新型ポロが日本においてもクラスを超えた新たなベンチマークになると確信しております。新型ポロがいかに進化したかの詳細のご説明をする前に、日本市場におけるフォルクスワーゲンの現状についてご説明をいたします。2017年の初め、フォルクスワーゲングループジャパンは中期の経営の方向性を発表いたしました。それがロードトゥ2020、顧客満足と同時に新車構成を強めていくという戦略です。昨年までその中でお客様との関係を強化するために、お客様がいらっしゃるのを待つのではなく、お客様に私たちから会いに行くことに焦点を当ててきました。今年はさらにブランド体験の機会の創出に注力してまいります。すでにプロダクト体験の機会は確立されましたので、フォルクスワーゲンのあるライフシーンを提案する、より多くの方にフォルクスワーゲンブランドを好きになっていただくためのブランド体験を提供したく思っております。こうしてフォルクスワーゲンブランドが強化されることで、新車構成の強力な基盤となることでしょう。2017年にはインパクトのある一連の新車構成をかけ、輸入車市場全体の好調なトレンドの一翼を担うとともに、フォルクスワーゲンジャパンとしても前年を上回る成果を上げることができました。2017年のモデルハイライトを振り返ります。1月には人気が高まる SUV マーケットに強力なコンパクトプレイヤーである新型ティグワンを投入しました。その後が最小モデルであるアップ、また初夏にはビジネスにおいて重要な主力モデルであるゴルフと、そのステーションワゴンタイプのゴルフバリアントがビッグマイナーチェンジを行いました。構成は秋も続きました。新しいフラッグシップモデルであるアルテオンの導入は、フォルクスワーゲンブランドに新たな輝きをもたらしました。
そして e ゴルフによって日本におけるフォルクスワーゲンの EV をキックオフし、お客様のためのパワートレインの選択肢を増やしました。ほんの数週間前、今年に入ってからも昨年の新車構成の勢いを維持しています。先月にはパッサートシリーズに TDI モデルを追加、さらなるパワートレイン選択肢の拡充です。これは日本におけるフォルクスワーゲンのディーゼルの20年ぶりの復活でもありました。この後ご案内する新型ポロはこの新車構成において鍵となるモデルです。本日お約束できるのは、フォルクスワーゲンの新車構成はさらに続くということです。新型ポロの後にもラインナップをさらに強化するスポーティーな GTI シリーズやディーゼルシリーズ TDI など新型車を投入していく計画です。ロードトゥ2020は予定通り進捗しており、新型ポロによってビジネスが活性化すると確信しています。それでは本日の主役であります新型ポロに戻りましょう。この後のパートでは、いかにポロがベストセラーの進化を実現したのかを詳しくご紹介する予定です。念願の GTI、ちょうど
シフトレバーのですね、ゴルフボールになっているモデルで同じでしたけども、そちらを手に入れまして、私がおそらく生まれて一番最初に乗った車は、そのゴルフの GTI だったんじゃないかなと思うんですが、で、長く時間が経って、その後私自身も免許を取って、まあ、それ日本での話ですけど、やはりどうしてもその原体験が忘れられなくて、一番最初に、自分のお金にですね、買った車も、ゴルフでした。その時はあのゴルフ2、だったんですけれども、なので私のですね、まさにこの車ライフはですね、フォルクスワーゲンとともに始まったと言ってもいいと思うんですが、今日はそんな DNA をですね、受け継いでフォルクスワーゲンの新しいフォローを、ご紹介していくということで、皆様と一緒に見ていきたいと思いますが、まずは、どんなところが、まあ、大きく変化したのかも見ていただいていると思いますが、どこが変わったのか、まとめた VTR をご覧ください。1975年のデビュー以来40年以上、世界累計販売台数1400万台を超えるベストセラーカー、フォルクスワーゲンポロ、新たに生まれ変わります。新型ポロはフォルクスワーゲンの生産の中 MQB を初採用、すでにゴルフから最上級モデルのアルティマまで採用しています。 MQB はホイールレースや前後のオーバーハングなどを自由に変更できる高い柔軟性を持っています。これにより自由で高い車体設計デザインに加え、クラスを超えた快適な室内空間やユーティリティ、さらに上級モデルに採用する数々の先進安全装備や運転支援システムを共有できます。それでは新型ポロのクラスを超えた快適性とユーティリティ、スタイリッシュなデザイン、先進技術についてご紹介します。新型ポロは全幅1750mm、全高1450mm とワイヤーアームローなプロポーションを実現、全長は65mm長い4060mm、 ホイールレースは 80mm 分で 2550mm になったことで広い室内空間を実現、特にリアシートの快適性と丈夫性は大幅に向上しました。そしてラゲージルームの容量も71リットル増えて351リットル以内、実用性と使い勝手がより一層向上しています。 MQB で実現した高いボディ剛性、組み立て精度、プレス技術などにより、新型ポロはスタイリッシュなデザインも実現しています。ボンネット上の2本の V 字型ラインは力強い印象を与えるとともに、フロントマスクをシャープに見せています。新しいデザインのフロントマッパーはワイドさ、そしてボンネットの先端にあるボディ同色のクロスバーはボンネットを低く見せるとともに安定感を強調しています。新型ポロから全車標準装備となったデイタイムランニングライトはさらなる個性を主張しています。サイドシルエットは鋭く彫り深いエッジの効いたキャラクターラインがダイナミックな陰影を作り出し、スポーティーさをさらに強調しています。前方に傾斜したシールダーは斜め後方から見たときよりダイナミックな印象を与えます。リアエンドもボリューム感の増したショルダー部分が力強さを表現、ボディサイドまで回り込んだ台形のフル LED テールライトとともにポロらしい個性と安定感を演出しています。インテリアは新しいコクピットレイアウトを採用しました。ダッシュボードはこれまでの垂直基調から水平基調に改め、さらにセンターコンソールをドライバー側に向けることで先進的でスポーティーなコクピットになりました。メーター類や操作パネル、純正ナビゲーションシステムなどを水平方向に配置したことで直感的に操作でき、運転中の自然移動を極力抑えます。 MQB によりコンパクトカーにも上級モデルの精神安全技術を惜しみなく採用できたことで、新型ポロはクラストップレベルの安全性を実現しています。全車標準装備のプリクラッシュブレーキシステム、フロントアシストには新たに歩行者検知機能を追加、車線変更時などドライバーの死角にある車両や接近してくる車両を警告するブラインドスポットディテクション、停車場所からバックで出る際に後方の安全確認をサポートする
リアプラティックアラートを採用するなど広報運用支援も充実しました。駐車支援システムも同様に機能を充実させています。後方の状況を可視化できるオプティカルパーキングシステムやリアビューカメラ、リアアシスト、縦列駐車や車庫入り時に駐車台のスペースの検出とステアリング操作を自動で行い駐車をサポートするパークアシストもポロシリーズで初採用しました。数多くの精神安全装備を採用した新型ポロは欧州自動車アセスメントユーロ NCAP 衝突安全試験で最高評価となる5つ星を獲得しています。このように新型ポロは予防安全、衝突安全、二次被害防止という3つのステージでクラストップレベルの安全性を実現しています。そして新型ポロはつながるコンパクトカーの機能をさらに強化しました。ポロシリーズ初採用となる純正ナビゲーション付きのインフォテインメントシステムリスカーナビゴはセンサーボタンとダイヤルを採用、スマートフォンのような8インチスクリーンは視線移動が少ない場所に移ったことと合わせて優れた視認性とスムーズな操作性の双方を実現しています。またスマートフォンを車両につなぐことでオンライン上の最新情報に基づいた様々なサービスが受けられます。例えばコネクティビティ機能のアップコネクトではカープレイ、アンドロイドオートなどをご利用いただけます。テレマティクス機能のガイドラインのインフォームでは目的地周辺の情報、天気、駐車場の利用状況、ガソリンスタンドの情報などが得られます。よりパワフルで軽快に、新型ポロには最新のガソリン直噴ターボ TSI エンジンを搭載。この3気筒1リッターエンジンは最高出力95馬力、最大トルクは175ニュートンメーターを発生。乾式の7速 DSG と組み合わせることで市街地走行から高速走行までのあらゆるシーンで高い静止性とともに軽快な走りを実現しています。新型ポロのボディカラーは全8色、人気の4色に加え鮮やかなオレンジ色のエナジェティックオレンジメタリック、スポーティーなリーフブルーメタリック、落ち着きのある上品なアイボリーシルバーメタリック、そしてホワイトシルバーメタリックの4色が新色に加わりました。新型ポロは全3グレード、歩行者検知対応のフロントアシスト、アクティブボンネット、ドライバー機能検知システム、デイタイムランニングライトはエントリーグレードのポロ TSI トレンドラインから全車標準装備。さらにコンフォートラインはアルファリール、レザーステアリング、リアビューカメラなどを標準装備。そして上級グレードのハイラインは LED ヘッドライト、アダプティブクルーズコントロール、キーレスアクセスなどを標準装備するほか、2色の専用色を含む豊富なカラーバリエーションを取り揃えています。大量の居住空間と優れたユーティリティ、個性際立つスタイリッシュなデザイン、そしてクラストップレベルの先進安全装備。新型ポロは快適性、ユーティリティ、デザイン、安全性、コネクティビティ、ドライバビリティ、この全てにおいてクラスを超えた新しいベンチマークとなるコンパクトカーです。はい、いかがでしょうか。もう本当にこのクラスでここまでやるかという感じなんですけれども、すごく、プロモデルチェンジして私も実際に、乗させていただいたんですけれども、まあ、乗った感じも本当に満足感が高くて、クラスをですね、忘れさせるような本当に力強い、そして楽しい運転ができたんですが、さあそのズームとまず見た目から言ってもかっこよくなった、部分も含めて、私も乗ってちょっと気になったところですね、いろいろとここからまた探っていきたいと思うんですけども、改めてフォルクスワーゲングループジャパンのシェア社長を、呼び込みましてですね、一緒にお話を伺っていきたいと思います。そしてプリーズ。まずはですね、や
っぱり何といってもスタイリッシュになったわけですけども、改めてなんでこれだけこう、モデルチェンジして変わることができたのか、これをちょっと聞いてみたいと思うんですが、 So why could you actually change so much in one month?サシャさん見てください、この車なんですけれども MQB のおかげなんです。全く新しいデザインが可能になり、大幅な改良を実現できたのは MQB の採用にあります。新しいこの車のベースによってデザインの自由度が増し、よりスタイリッシュでシャープなデザインになりました。そうなんですね。じゃあちょっと今ちょうど車が動きましたんで、私もちょっと車について向こう側に行きますけれども、まずはフロントマスクから行きたいと思うんですが、随分とフロントが、まあ、かっこよくなったという言い方が正しいかもしれませんけれども、先ほどもあったワイド&ローになったということなんですが、この辺はどうなんでしょうか。 So it became a little wider and lower. Is that true?はい、そうなんです。最近のフォルクスワーゲンの特徴はフロントマスク、こちらですが、水平気象になったということです。またワイドになっているっていうのはもう最初に目立つ部分だと思います。ルーバーがヘッドライトまでつながっています。さらにこのクロスバーです。これによって低く見せる効果がありますということで、非常に強い男らしい車になりました。非常にですね、さらにかっこよくしている要因ということですが、さあ車は今度横向きになります。 Now we look at the side car、横に行きますと、先ほど VTR も出てましたけれども、キャラクターラインがすごく印象的なんですが、 Lines are very identical in this design。 そうですね、このストレートなラインです。まさにキャラクターラインと呼んでいるんですが、ドアグリップの上を一直線に通っていて、前のモデルよりも目立つようになりました。そうなんですよね、はい。実際に、このドアグリップも、ね、デザインの一環になっていて、まあ、無駄のないラインと、そして陰影と、シャープで力強い、まあ、フォルクスワーゲンのこだわりをここにもデザインで感じるわけなんですね。でさらに、これも先ほどちょっと話が出ておりましたけれども、このホイールベースですね、こちらが随分と、広くなりましたけれどもね、So the design itself has a really awesome philosophy in it, and also the wheelbase is now longer.はい、ホイールベースは8センチ伸びました。ですので居住空間がとても広くなっています。実際に乗ってみてください。いいですね、実際にじゃあ乗ってみようということで、言っておきますよ、私身長190センチなんで、すみません、ここはドイツサイズなんで、果たしてこのコンパクトカーで私が乗れるかどうか実験をしてみたいと思いますが、さあ、実際に乗りますとですね、ちょっとシートアウトの、それで、ちょっと手を回します。はい、これで、まずシートポジションを合わせましたけれども、どうですか、上も当たっておりません。もう一度言いますね、190センチです。はい、そして、足も、どうですか、ハンドルに当たってませんね。通常にこう運転ができるサイズ。なんですが、大体コンパクトカーの場合、こうやって前に乗って、私の運転席で運転すると、後部座席が結構厳しい時もあるんですけどもね、果たしてどうなんでしょうか。So, may I try maybe the back seat? もちろんです。後部座席に私が運転すると想定して、お開けしましょう。その上に、後ろで僕がさらに座れるかどうか、試してみたいと思いますが、座れるんですね。これもまた天井は当たってません。で見てください、膝も当たってないということですから、快適に後部座席に乗ることもできるということなんですね。これちょっと驚きですね。 It's quite impressive actually to sit in the back。先ほど申し上げたように、まさに MQB のなせる技なんです。2メートル近い方が前にも後ろにもゆったり座っていただけます。
ちょっと乗ってびっくりしました。両方前も後ろも、つまり私が4人乗っても大丈夫ということですけどね。そして、さらにちょっとこちらにも行ってみたいと思うんですけれども、And also, now let's go to the luggage space. Luggage space も広くなったという話なんですが、これも MQB のおかげで広くなったんでしょうか。 So has the luggage space also been もちろんです。8センチというふうに申し上げましたけれども、室内空間がレゲージルームを犠牲にしたのでは意味がありませんから、従来より71リットルも大きくなったんですよ。自転車が簡単に収まっています。ちょっと自転車を入れるオーダーをしたんですけれども、なんとこれで、入ることができるんですね。これだったら4人で旅行に行っても十分荷物も積んでいけると。 So maybe a trip with four people, four adults can also take all the luggage. No problem. 全く問題ないと思います。乗員は前にも後ろも、そしてラゲッジルームには荷物も積んで、はい、素晴らしい。後ろも広いということなんですが、さあで、ここまでこうやってサイズがですね、本当にこう快適になるとですね、もう一つその5ナンバーが良かったんじゃないかな、今回その3ナンバーに上がったということなんですが、その辺に関しては、フォルクスワーゲンジャパン、そして、社長どう考えているんでしょうか。 So now it is, instead of 5 number car, 3 number car, what's the answer for you? はい、実は販売店さんからもディーラーネットワークに投資されている方も聞かれました。ただお客様の声を聞くと、もっと広くというポロに対するサイズアップのリクエストが多いのです。ということで、居住空間もラゲージスペースもお客様の声に基づいて大きくしました、ね。で、さらに私もですね、ちょっと車乗させていただいてすごく印象的だったのがコックピットのデザイン、こちらも随分と新しくなりました。 And the design of the cockpit has been changed a lot. そうなんです。もう一度乗っていただいてもいいですか。ご紹介します。助手席でも座れるところを証明してみたいと思いますけども、さあ実際ですね、私今ラジオ DJ ともやってる、音楽もしょっちゅう聞くんですけど、そんなわけで、スマホのコネクティビティ、若い人たちみんなそうですが結構大事にしてるわけなんですが、さあとパチャラになってますけども、まずはそのボタンがあまりないですよね。 There's less button than ボタン少ないです。タッチパッドで操作ができます。それから例の水平のライン、ここにも反映されています。重要なポイントはナビゲーションシステムの位置が変更されて、とても見やすくなりました。そして、実際にこの、位置も高くなったということで、安全面を考えても高いというのは非常にいいですね。目線を下げなくていい。 And also, the screen has been, はい、高くしてあるんです。ですから、まっすぐ前を見ているなままで見ることができます。これでスマホと、スマホはそのままいじれるということで、ちょっとそのままドイツ語モードとしてドイツ語になるんですが、スポーティファイで音楽アプリをちょっと入れたいと思いますね。はい、はい。で、プレイリストからですね、ちょっといろんなプレイリストがあります。ドイツ語で書いてありますが、これはグローバルトップ50、世界のトップ10。じゃあ1位の曲何かっていうと、一気にこうやって語るわけですけども、やっぱりすぐこうやって簡単に直感操作でできちゃうんですね。これはすごく便利でした。操作しやすいでしょう。使いやすいと思います。スマホで慣れているままの操作感です。あとどういったこの音ですよね。素晴らしいでしょう。プロの方だのいうことですから、その通りなんでしょう。この音響、今軽音がすごく響いていたので聞こえたと思うんですけれども、そういったところにも全く妥協していないというところが、特に音楽が好きな若い人たちにも、そのポイントは高いんじゃないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。本当に簡単に操作することができるということになっております。はい、じゃあちょっと降りましょうかね。ですけど、カー、はい、ということで、
簡単に一周ツアーをしてみましたけれども、どうでしょうか、フォルクスワーゲンの気合とこだわり、そして哲学みたいなところをですね、車作りの進化を実感できたんじゃないかと思うんですが、最後に新型ポロへのですね、意気込みを社長に伺いたいと思いますが、そういうわけで、今のセーフポルカー、はい、もちろんです。これまでポロは女性ユーザーが多い車でした。でもこの新型では多くの男性にも選んでいただけるモデルになったと思っています。 MQB の採用によって快適性やデザイン、コネクティビティなど全てにおいて大きな進化を遂げました。ここ日本においても新型ポロはクラスを超えた新しいベンチマークになると確信しています。サシャさん、ありがとうございました。いや、本当にありがとうございます。ポロのこれからね、非常に楽しみです。 It's really exciting how the, you know, market will react to this wonderful new car。はい、最初の反応ですが、3月からプリセールスを行っていますが、とても好評です。以前のプロダクトも良かったですが、おそらくこのプロダクトもお客様には幅広く受け入れていただくものになると思います。 MQB の採用が鍵です。ぜひ後ほどもう一度、触っていただいて、そして楽しんでいただきたいと思います。 One then to actually see the car and, you know.ぜひぜひ。改めまして、ようこそお越しくださいました。お時間を頂戴いたしましたことに感謝をいたします。楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひこの後もこの車よく見てやってくださいませ。